そろそろ好き次第剣落ちてほしいみーねー。そうですね。赤炉のドルクが出たら人生で一番喜ぶ。武器としては強いのに手に入れるのが大変すぎますね。大変ですね。ゴン。羽騎士団長。気に切って貯金してる？もう惜しい。してますよ。通常プレイならグレイラットで済むけどね。もう。あんまり赤炉はもう新作出してくれていいよ。あっ、久しぶりでカッパ入れるの忘れてた。大王。はい、ハンバーグ。チミキは資産を全部ダクソさんとして所有してるよ。赤炉は下手くそでもクリアできるみたいな意見結構見るけど、マジ？カッパ？貯金は110弱円ですかね。最近測ってないからよくわからないけど。別にクリアできないんだよ。オスオス。赤炉はワンパ4にながら覚えるゲームだと思う。面倒くさがいいのはクリアできないよ。途中で諦めたらクリアできないっていうわけだから。すいません、作りすぎた肉よじゃです。クレイラットがウーロス大剣むっちゃ安いよね。鬼強武器なのに。スカイガンナー、クリアできんかったぞ。6000ソウルぐらいだ。あれタフが綺麗になってる。神攻略域にミルウッドの斧の場所書いてなくて草。本当かよ。どこに落ちてんの。どこで拾えばいいの。才能レベルのテクニックが求められるわけじゃないからね。神攻略は割と位置書いてないよ。神攻略はね、全部ほとんど具体的な場所がわからない。記念したってて草。それ神攻略じゃないじゃん。何も攻略しない。ダクソ4が出たらチミキが黒い息作るんだよね。ダクソブラボプレイ済みの友人もめちゃくちゃ死にまくったっていうくらいだから、やっぱ難しいんやなって。ゴミ攻略、神攻略とかいう大人しか書いてないクソ攻略は反省しろ。よく見たらタグランがスッキリしてますね。神攻略なんかよりはザップだよな。剣もめんのせいで滅んだ黒い息かわいそう。黒い息って剣もめんのせいで滅んだのっけ。なんか一回転、ま、なんかなんで滅んだかを聞いた気がするけど。そういえば前に行ったオリンピックで人工雪降らすってやつテストでやった結果気温全く変わらなかったからやめるらしいっすよ。ちな虚構じゃない。神攻略とか言っておきながら簡易マップ作るモチベすらない幹。でも赤炉はボス戦だけがむずいゲームだし、ボスへのアクセスも簡単だからダクソより楽じゃね、うん、ここの放送って跡地になったのか。跡地遺跡記念碑とかいうわけわからん物体。タグが3つしかない。冷たいだけ。神攻略、よくわかっていません。有志の情報に期待です。参考になりましたか？あ、3つしかない。へぇ。記念碑が立ってるからいいんじゃないですか。なりません。積雪110メーターくらいにすればさすがに冷えるやろ。そのボスを倒すのに初見であとほど時間かかったんすよね。タグが綺麗になったって見たらダクソと当たなくて草。 URL 省略。赤炉はそこらのボスよりベルググの方が強くない？隠れタワーガチ放送ってタグ入れといて。まさに神攻略。神の言葉は絶対。はらんでいい。ガンダムに劣らない機動力。白猿の方がむずいって聞いたけど、ザコ無視してたからわからん。肉おじゃ56養成所跡地遺跡記念地タグから来ました、はい、肉おじゃに祈りを捧げてもいいですか？どうぞ。バットを振るなんて器用な熊ですわね。ダクソより赤炉よりブラボよりモンキーボールマスターの方が難しかったです。そう、刀猿強いけど位置的に致命取りやすい。
計測範囲と降雪量を除いた部屋の中にペットボトル1本分の氷を置くのと大体同じだったそうですね。進行進化、こいつか？おしゃれ？金馬車の素晴らしさに目覚めました。おめでとうございます。チュニキダクソさんでいっちゃんむずいと思うボスは何ですか？難しいボス。雷の奇跡楽しいよね。ハブさんだろ。記念碑前で祈りを捧げる肉を邪神じゃ。雪降らせたら気温下がるのでは。朝顔いたら涼しく感じるのでは。深みの主教と、なんだっけ、サリバーンが難しいかな。ペットボトルに水入れて凍らせて部屋に置いとくとほんの少しだけ涼しくはなるけど、人工雪はほんとひで。それ以外は、そうです辛かったみ。何も縛らないんだったらフリーでは辛いかな。何も縛らないんだったらごきげんよう。フリーでハーフライトかな。フリーではまあ練習してないだけやけど。フリーでにせよゲールマンにせよかま引き寄せ嫌いすぎる。フリーでは単純に見せなるのが辛い。うん、それだね。チュニキシジミ好きなの？私カイルイダメなんだけど。え、サリブアンと踊り子だけ一発でクリアできたけどエルドリッチで3万回くらい読んだ。シジミの赤出しとか大好きですよ。サリブアンと踊り子一発エルドリッチ。エルドリッチもね、なんかちゃんといい戦い方を分からなければ。フリーデ君はやけくそ毒漬けで倒しました。赤出しいいっすね。なんか案外楽に行けるときます。オリンピック開催中、エネルギー保存の法則は無効化されるんでしょ。適当。日常生活でドアとかにかま引っ掛けちゃうフリーデ様かわいい。オスメスジェントル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 。現場もらった後にフリーデが起き上がってきたときは絶望した。現場の後に起き上がるんだっけあれって。弓でめちゃくちゃ読んだ。エルドリッチはチミキのアドバイスに正式したら倒せたぞ。ありがとうナス。どんなアドバイスしたか忘れたけど。こんにちは。こんにちは。で老王地味にきつかったけど弓担いだ瞬間雑魚になったな。中央あたりでスタミナ維持してみたいなこと言ってたよ。ああ、チミキとシジミってイン踏んでそうで踏んでない。5周目くらいのデータでドルク初見攻略した時の墓守狼が一番きつかったですわぞ。これはどうもご丁寧にこんにちは。あ、どうもこんにちは。あの辺も辛いですね。やっぱ複数ボスがどうしても辛くなる。はい武器で殴るとハーフライトきつい。うん、ハーフライトは軽い武器だと本当つらい。ダメージが出ない。ハローハロー、こんにちは。狼くんステップしまくるから重い武器だときついねんな。なんやかんや一番時間かかったのまともにやった時のハベルくんかもしれん。ハベルも確かに時間かかりますね。月ではめればいいけど。論争が一番特大剣ではめれば強い。インフンであって気持ちいい言葉ないかな。マジ
ハベル君は即死コンボが辛かった。毒はいらないのかな。ハベルは本来毒マルケスポーター、心出し死にキラップして、ため息もつけない。ハベル君はしごでチキンしてたら落ちて読んで草。めんめんめめん。フルバベルで満員電車乗りてー。ズンチャズンズンチャ。ハベル岩の体の時にロンソ切ってもゴミみたいなダメージしか入んなくて、フリーザの変身残してる発言の時並みに絶望感パなかった。フルハベルで転んだらクタドと起き上がれなさそう。チンチンチン、おおチンチンチン、おおチンチンチン、ポカッチカチンチン、タケノコチンチン、志。俺は東京生まれヒップホップ育ち。志。いっけない、遅刻遅刻でトラックとぶつかる漫画見て笑ってしまった。もっと志せ、志してる。おすすす。こんにちは。財布とスマホくっつけた時に電子マネー起動するのやめてほしい。心を刺す。モンハンドルクラスボス倒したんだけど、ヨウムに論争で挑んでるくらい体力多すぎてきつかった。笑えないんですが。片手ダンプ。ふんどし頃帽子で満員電車乗りたい。そんな立てん。もっと早い段階でマラソンできないもんかね。そうですね。業務ってストームルーラーなくても倒せるの？一応倒せますよ。でもクソみたいに体力が何かな、時間かかるね。はい。アイスボーンで追加されたステージって一つだけ？そうなの、ね。頭に魔法なら結構楽に倒せるんだっけ。ジブ隠しとヘイゼル頭で出勤したいです。デノディーブアの時もだけど、ラスボスハプ高いだけのはやめてくれメンス。え、呪術だけでヨウムゲッパを。別に黒火球使えばできますよ。人によってはクエスト50分ギリギリかかるらしいよ。倒すの呪術中まだ全然進めてないけど、いくつだけしか確認できてない。なんかなんだっけな、 4G かなんかのゴグマジオスとか、その辺のなんか結構柔らかいけど弱点にしっかり当てれば柔らかいみたいなギミック、いろいろありありみたいな感じの。ダウナー系王様倒すためにソウル集めるのだるかった。ボスエリア含めるといくつかありそう。あのラスボス翼の V 破壊できる気がしない。ヨウム3初見ストームルーラーわかんなくてジークバルドさんに任せてた。デノジーブアは近接だと立ち回り難しい。え、触媒殴りだけでヨウムを。アイスボーン面白すぎてやばい。日常に支障出る。昨日良いパーティー入れてもらって20分ちょっとで終わったけど、それでも20分。へぇー、まあまだ詰められてないだけでしょ。最近近いところが。日常捨ててモンハンしろ。モンハンが日常、ナルガとレオリンのことと20分戦って長いよな。ダクソって長くても10分かからんの。昨日とグス行ってきたぞ。笑いのニューウェーブとかでベテラン声優さん見れたで。チンチンチン、おおチンチンチン、おおチンチンチン、ポカッチカチンチン、タケノコチンチン、心出し。ダクソから逃げるな。ラスボスさん頭破壊しないと出ない素材あるのに、その頭の耐久がめっちゃあるのグソ。確かに長い。モンハン人生で一度もやったことないって言うと、はって顔されるのなんで。マジで世を捨てて、導きずっとやってたい。ワールドやりたいけどスイート近くちゃったし、パソコンはクソ箱だからできないの悲しみ。ラスボス12分の愛自慢以下。ネトゲで大人数で1体のボスを数時間かけるとかありましたね。でも中学生の頃とか狂ったようにモンハンやってたわ。ダクソって割と早くやられるかやれるかだからね。体力高いと周回するの時間かかるからめんどい。トロコン型の方が楽よな。何より
頭破壊人はクラッチ壁ドンするといいぞ。モンハンやってて、ダクソみたいに攻撃しようとして R1 をしちゃうのあるあるだよね。ダクソでアクションゲーム慣れててもモンハンは時間かかって集中力もたん。モンハン時間かかるよな。何回同じ攻撃を受けないとダメなのって話じゃない。なんか。ダクソのボスは8分くらいでも長期戦な感じ。8分で十分長期戦だわ。てか未許可縛りしてるよ。モンハンはやったことあるけど、ポケモンもドラクエもファイナルファンタジーもデジモンもロックマンもデュエマも遊戯王もやったことない。そんな。あれだよね、分かってる数人でリディールの論争でペチペチみたいな感じだよね、モンハンって。その傍らで俺は一人でずっとルブプしてた。遊戯王しろ。大体15分のクリップに収まるからな。モンハンは途中で逃げるのを追いかけるのがめんどい。切りかかればいい。モンハン的の体力多すぎてゴッドイーターやってたわ。デトネーターがブブブしてて速攻でスタイリッシュムーブ落ちて笑った。ああ、今あれか。TGS の会場でプレイしてるの。ミリューがアスペチペチされてる人困ってるところ想像するとかわいい。カンストのマルチ4人でいるとか結構体力あって時間かかるよね。体力多いよね。毒とか使うと大なんか。ダクソは読んで覚えるみたいなところあるから1回のボス戦短いんかな。強い武器ですね。こんにちは。プググは昨日の話だよ。今日はペックス。あ、今日ペックスなんだ。でも残った5人で合計20キルしてドンカツしってかっこよかったで。モンハンはもう少しストーリー性欲しい。ミディールやった後にベール倒すとエッピョワってなる。モンハンも上位者は5分張りとかしだすから。ふふ。ペックス。ふふふ。ペックス。やめないか。20キルとか楽しそう。ついに人類がアバターのビジュアルを超えたらしいですね。ゲームよりコスプレの受付嬢の方が可愛いなんて。やらないか。二人は。ミディールとフリーゼが強すぎるんだよな。で、デイバツ、地味気モンハンで1H 装備完成したよ。モンハンはモンスターを狩る時間もあるからな。おめでとうございます。オスオスジェントルメ。こんにちは。ふふふ、切腹。フリーゼはゲール読んで適当にペチれば勝てる。知り合いがラスボス7分とか出してて、笑っちゃうんすよね。モンハンってモンスター倒しまくる理由が調査のためだから感情移入しにくい。起用から出てるコスプレイヤーはほんま美人さん出したいもすごい。オッカル？フリーゼって無名よりモーションわかりやすいからな。それ以外のコスプレイヤーはヤバいみたいな言い方はやめて差し上げろ。別に無名もダクソで一番難しいのは無印の正十二頭かな。そろそろお昼ご飯食べてもいいですか。正十二と、ああ、ありましたね。でもあれ別にボスってわけじゃないからね。食うな。霧がかかるわけじゃないから霊廟の霊獣。あの端っこでペチペチしとくと倒せるから。ダメに決まってんだろ。甘えんな。無名と化身の薙払いの比例は難しかったな。慣れると見えるけど、無名を初見攻略した時のプレイヤースキルでフリーでやったら絶対絶望してる。コスプレイヤー勢が休憩してるとこ見るのおもろかった。クラウドとセフィロスとティファとエアリスが弁当食ってた。昔見たクラウドのコスプレすごかった。時を流せのコスプレが好き。なんかあのカード持ってくる。コスプレって写真で見るとすげーってなるけど、実際見るとあーこんなもんかってなる。そうなんだ。聖獣2頭のところをピーアミキがランダマイザーで言ったらシフトオンスタイン抱いたの笑った。初めてやったソウルシリーズが一番手探り感あって面白い。フォトショってのがあってね、写真は加工できるからね。昨日は結局公開さんなどのコスプレとモルボルのコスプレだけ写真撮ったな。金王様のコスプレいなかったらしいな。コスプレしても二次元にしないと生えないということか。岸田メルの女キャラのコスプレコントスコ。冷たい谷の踊り子のコスプレしてるお姉ちゃんのお尻切りたい。
武器類は実際どうやって持ち込むんやろか。コスプレ現地で組み立て、セブオタクのコスプレしてますよ今。お尻に積み割れちゃう。踊り子のコスプレなんかあるのいじめたい。それは事前に登録しないと持ち込めない。オフ戦で攻略用のおすすめ武器教えて。イリーナちゃん監禁して優しくボコボコにしたい。サブレデーモンさんのコスプレはありますか。黒騎士リオのトロント有職結構有名人見れるあたり結構お得だった。イバラムチミルオの強いよ。戦技脳筋優しくボコボコって矛盾してないか。オスオス修学旅行3日目女の子にパーカー化した暗曲。おめでとうございます。よくわからんけどフラグが立ちましたね。ヌスンチュの担当チーフ部屋のローガンのコスプレはハードル低そう。修学旅行中に見るな。おかず屋習うなよ。イバラムチってカタカナだとなんかエドいな。このパーカーに追うぞ。ショトソは知名意欲強いしよいぞ。修学旅行で生放送は見ない方がいい。何このパーカーくっさー。わらわら優しい言葉かけて優しく触れながらボコボコにしたい。ムチムチパーカー伏せろ。あいつマジで貸した。わらわら捨てようぜ。わらわらダカーって弱そうに見えて使うと実際強いね。優しくボコボコわかる。ダカー強い。全然わからない。損害優秀だ。カニパクされる覚悟はできたか。うわわらわら罰ゲート早い。あいつのパーカー切るとかありえんわ。わらわら優しく触れながらボコボコってわかって反応してもらえてよかってね。オスオスクイックステップ。こんにちは。地味気の動画見てからマラソンでダガー使うようになった。地味気なんかペチあったりする。地面で理解はできないだろうがやりたいことはわかるでしょ。優しくボコボコ。広告が設定されました。累計ポイント数が1300になりました。孫さん今回もイナーズでトップ8のコスプレやん。ミルダリの方のメースで我慢しながらだと強しモブ戦いやすいよね。ちゃんと強化してると一撃で割とひるむ。太ももフェチです。優しくボコボコわかる。立ち込む腹パンくらいわかる。土踏まずいよね。まずお前のフェチを語れよ。いつもフェチってのがよくわからん。焼きそば弁当ちょい辛味と焼きそば弁当汁なし担々麺どっちがいいと思う？むぎらー。女は我慢、男は大くらい。そば弁当言葉にできないけど膝裏が本当に好き。ボコボコにできるくらいの筋肉が君にあるのか。じゃあ語ると制服ペチです。限られた時間しか着れない特別感と女子らしさ清楚さに惹かれます。筋肉と身高40だけで優雅に大野は780弱出るよ。あと雷の機種でブーストできるから強い。焼きそば弁当って北海道しかないからはわからないよ。これが好きってならありすぎて何とも言えないんすよね。焼きそば弁当汁なし担々麺の焼きそば要素どこ。昨日おとといチャリンコの旅に行ったら日に焼けて肌が痛いぞ。焼きそば弁当って何？焼きそばに白飯ついてくるの？焼きそばなのか担々麺なのか。北海道にしかないとかよほどまずいんだろうな。ミルオノの戦技優秀すぎてたの武器使えなくなるから困る。フエーエー低所得 P の新曲最高だよー。焼きサバだよ。肌が痛いとかなくなってないか。学校の保健室にある女子生徒に貸し出す下着ペチです。かん、北海道行きたい。
焼きそば弁当の味はチミキが保証してくれてるもん。チン、ドン、キン、ゴン。早稲田が低所得ピーでびっくりした。ドンキーコング、ヒック。あっぶね。早稲田のところはほんと予想外すぎて笑った。攻撃頻度が低くないか。デパートの北海道市で焼きそば弁当売ってたけど買ったことねえにゃ。もうくんせーむ頑張って。魔王様ポイント好き。こいつの攻撃範囲広くね。あー前回の女子無駄見逃したー。なんて何もかもクソだから買わなくていいだろ。うらー見逃したのだー。来た、いいとこ取り。ずるい、出た、出たわね。はい、用意スタート。やりますね。はい、用意スタート。やったぜ。はい、用意スタート。来たー。ロースック騎士の体験だー。私が倒した。卑劣な置き攻めだ。これが金貨の力。うりゃー来たのだー。これは勝ち確定。勝ったなが、ははいただきんか。監視者に気をつけましょう。そうですね。慎重に勝ったな。フロア行ってくるわ。ここで売りそう。感心するわ。勝ったな。フロアルエ買う。ここで売りました。チミキヤバイ3万くらいのヘッドホン買ったらチミキの声すごい聞こえる。もう匂いまでする。大丈夫か。臭そう。ゴーク、それはお前のカレー臭。ラベンダーの香り。3万って何。アクグ、めっちゃ豆腐の匂いしそう。お前耳で匂いかけるのか。すげえな、毒部。そういうチミキがエンジが初めてびっくりした。この1万円のコンセントを買えば音質が上がりますよ。ちょっと待って、なんでダンス。そういえばチミキ、普段からインスタみたいな豆腐尽くしの料理食ってるの。タピオカの写真あげた。耳で匂いかける人間の話あったな。ダガパリでもやるのかと。始めろと言われて始めたら驚かれる男。ダメージや。ロバート、始めろ。好きすぎ。はめてる。強い。雷エンチャした。エンチャできたか。そういえば強い強い。一人がコミュニティをフォローしました。うまい。R2 でよかった。大剣のエンチャかっこいい。なんで今のおばさんいつもアロトンねん。素でなんか属性持ってなかったこの武器。ああ、素で雷がついてます。やっぱ幅広だけど破ったくない。そのフォルムはイケメソ武器ですね。シャープだよね。広告が設定されました。累計ポイント数が1900になりました。雷派生するかいちいち演者するかだけど、派生した方が楽。無駄がないデザインだよね。女性は笑ってる方が美しいから、あのおばさんも笑ってるんだぜ。第3くらいにランクインしました。カープイン。
よく地面に刺さってるロスニック大剣の刃の部分がもっと細くなったクレイモアみたいなやつ好き。なんかよく刺さってるよね。広告が設定されました。累計ポイント数が2400になりました。私にも笑えるはず。血肉いっぱい食べる女子好き？え、いいと思いますよ。笑ってる、私は、素敵でしょ？いいえ、笑わせない、好き。なんか、人目を気にして食べない人より、食べる人の方がいいと思う。一緒に食べてて。いっぱい食べる人好きだけどデブ嫌い。一緒に飯を食ってて。広告が設定されました。累計ポイント数が2400になりました。いっぱい食べるデブの女好き？ソース顔マッチョイケメンがロス騎士大剣で次の大剣が醤油顔細マッチョイケメンのイメージ。ほっぺにケチャップ。デブはね、深めの主張で嫌な思いしかしてないから嫌い。人間欲って欲出す人に越すものはないよね。健康的な人じゃないと嫌です。クチャラー殺す。クチャラは嫌です。絶対嫌です。私もいっぱい食べますデブ。クチャクチャラは絶対死ねって思う。そんなデブ嫌すぎる。人にあらずと。ほんと不愉快。やめてくれって思います。電気車で聞いてたらいつの間にか寝てたぞ。広告が設定されました。累計ポイント数が3000になりました。わかる。クチャラは一人勝ちない。わかるっちゃ。人格形成をダクソで終えた男。そうなの。ああ、チー君ほっぺにまた血がついてるよーとか言われたんやろ。チー君まだクチャラーにリアルで会ったことない。会うたびに何かしら口に入れてるデブ好き。クチャラーみたいことない。そこまであれだとあれだけど。広告が設定されました。累計ポイント数が4000になりました。誰だよ。チー君はないやろ。チー君わらわら。ガリとデブハイアート食べ方汚い人やだ。箸の持ち方変なやつ嫌い。お口あんしながらガム食べてるやつ56す。チニキインスタとかツイッターで女子と相互とかなりたいと思う？ほっぺにハベルの指輪ついてるよ。兄がクチャラーだけど本当に鬱陶しいよ。兄貴と弟がクチャラーだから家族での食事がただただ辛い。これからはチニキのことチー君って呼ぶね。留学生の人がクチャラーで一緒に食べると困惑してる。広告が設定されました。累計ポイント数が4500になりました。自分の切るでとんかつは最高やな。家族なら強制してあげて。結構いるんすね。ちのちゃんって呼ぶわ。広告が設定されました。累計ポイント数が5000になりました。そういや幼い娘の箸の持ち方の強制を意地でも拒否する母親いましたね。昔の職場にクチャラーいたけど怒鳴りまくったら普通に食うようになった。かといって家族ならまだしも知り合いくらいの人になかなか言えなくてね。ほっぺ普通に食べてるつもりだけど本当は大人ってるんじゃないないかと不安に泣くだ。うるせえですね。反抗期怒鳴るのはさすがにちょっと。じい様がくちゃってて食べるときに辛かった。食事はいろいろと試されるから人と食べるとほんと怖い。広告が設定されました。累計ポイント数が5500になりました。でもなんか俺実際リアルに出会いがないからネットで出会いを探すしかないような気がしてきた。最近外に出ないなんで名札なんて変換されてるんだ。またまたし、たくあんかじる音は許して。じい様になると口閉じにくいらしいぞ。あの後も絶対クチャラーだわ。広告が設定されました。累計ポイント数が5800になりました。出た出会いがない。うよ、ジャムさんか？外に出ろよ、わらわら。外に出ろって言っても前あるけど、ゲームができなくなるぞ。この竹があるに。チー君なら絶対いい人見つかるよ、わらわら。今度美味しい宅案ないかな。お使い開催ですか。そこ、わらわら。それは困るね。いいね。ジャムみたいな何からめったに期待しないで。同窓会で出会った人と運命の結婚みたいな。血のお使いだー。彼女ができたらゲームで決めてみるよ。なんちゅう火力してるんや。強すぎる。車にパソコン積んで外で公開渡すよ。なんちゅう火力してるんだ君は。スマホとプレステ4コン持ち出せばできるやろ。ここにいる人でリアルに集まって何すんだろ。強い。リスナーはお嬢様しかいないから選び放題だよ。チニキ血の盾を深い、血深い、気持ちいい。特大剣はやっぱここ気持ちいい。すげえ。なんだこのなんだ。あー雷炎茶の音。強すぎて楽しい。そらみんなであたよ。みんなでスタミナ消費がきついくらいで火力すごいっすね。スタミナ消費大剣は周りの倒せるのもいいっすね。勇気振り絞って送ったらもっといい人がいるよって言われるの人生で2回経験したから最強。じゃあ空港行ってコンセント独占しながらゲームでもする？リアルで集まってタワー積んでるよ。来週絶対この剣会社持ってく。地域おいしんぼの京極さんみたいな感動の仕方するね。地獄だな。でもゲーム婚活とか普通にありそう。集まって個人競技するのか。俺普通にカラオケ行きたいんだよ。
オフ会するとしたらカラオケ行きたいんだけど、なんかあれじゃない、みんなそれなりになんか間もがし持たつあたとして周りのみんなは手拍子してくれるよ。3回振られた日記を強く持って、血抜きを腐敗するなら女性限定にした方がええで。了解で雷す。の剣って信仰で火力変わるの？通信した仰テクでノはで火公力開し変わりろ。ませんけ行ど、く？祝アニソン福は感発じ電ない。すれば結構雷で火力が上がります。サイバーイグアナコンとかあるし、ゲームコンとかよりよりサイバーイグアナコンって初めて聞いたわ。アニソンはお互いわかるからいいんじゃないですか。問題は場所ですね。女装限定カラオケ屋に連れ込んで何するつもりなんです？みんなで写真ちゃん大博笑よするんやろ。りカラオケって本当に仲良くないと歌ってて辛い。血抜きが延々と歌ってみんなひたすら黙って聞くおっかい。つまんねえだろ。みんなあれだろ。みんなあれでしょ。スマホでコメント打ってるんでしょ。地獄絵図。俺が生放送してる。全額持ちとかでええやろ。女装なら自信あるぞ。弥生亭でみんな単品トーストとキセット食べよう。くさ、わらわら。くさ、地獄やんけ。くさ。スマホでコメントはくさ。リスナーが点数をつける。地獄。参加せず遠目から眺めるそうに対応に応じて、みんなしょ、楽しすぎでしょ。タワーグルスの得意でしょ。やっぱり強い。なんだこの火力。みんなスマホでコメント打ちながらたまに聞いてる。570出るのか、ここで。俺たちは普段性変わらないからね。なんだ今の火力。仏教。なんで今マスオさんの真似したの。こすらないで。強いからでしょ。これは楽しいね。地味に明太子ぶつけてアタッタするところ見てみたい。それアタッタするわ。プラスさんだったよね。プラさんですよ。プラさんの変質もしてない。致命より高攻撃の方が強い。羽織とかした監視者くん。ローリングツンツンが強い。11万4514店仏教。えぐい火力。月のダメージが気持ちよすぎる。もう黄金祭りにこのタイミングまで残ってるってか、強すぎる。強すぎ。チミキ一番好きな食べ物何？一番好きな食べ物ですか。ローリングツンツンおじさん。なんだろうな。なんでこの火力はやべえ。もも肉を塩コショウで焼いたものが一番好き。雷属性がいいっすね。カレー。ストレスが吹き飛ぶね。カレーラーメンオムライス焼き鳥塩か。いいっすね。この放送でいつまでやってます。この放送は走り切って次もう一個の武器を走るいいよね。もも肉を塩コショウで焼いたもの。今日ちょっと長めにやるよ。明日休みだしね。多分塩コショウだけですごい5時間美味しいよぐらいね。はやそんな地味に鶏胸肉14キロを差し上げましょう。豚汁しか作れない。しょぼん。人間のもも肉。へえ、男と女どっちのもも肉好き？子供？大人？自分を地味だと思い込んでるリスナーを送ってくさ。もも肉も食え。シースーラーメン牛丼とんかつきしめん。大人になっても結局カレーが一番好き。豚バラブロック買った。明日仕事は兄貴おる？ももちゃんの肉。豚汁とお雑煮が好きです。何でも食べたくなる。特殊アートくんの足音が聞こえる。今日もサーロインステーキですわよ。カレーはカルヨ大好き。愛してる。カレーも好きですよ。カレーも好きですよ。何でも食べまする。まあでもあとはやっぱ湯豆腐かな。美味しい湯豆腐。ももちゃんのハンバーグ食べたい。酸っぱいポン酢で食べる湯豆腐大好きですよ。カロリーメイトのフルーツが一番好きかも。みんなカレーは何もしかしカレーが好き。知ってるかもしれないけど、カレーは別にそっちのカレーで。今何でも食べるって。じゃあおはぎ。白有効。揚げ出し豆腐は？ステーキはサーロインの握り派。お雑煮に入ってる餅ってこの世の頂点って感じあるよね。湯豆腐はご飯に合わないですの。チキン、湯豆腐ご飯に合いますよ。お外走ってきますわ。湯豆腐でご飯食べます。狼よ、野菜も食べんとバランスが悪いぞ。気象は2期元気出して。湯豆腐もいいな。狼くんピーマン食べて顔歪めてそう。狼よ、ゆずポンは常備しておくべきだぞ。確か。湯豆腐すこ、卵豆腐、シャミ子のキャベツ鍋食べたい。カレー作りにこだわるとすごい。こだわり出すからすごい。湯豆腐にポン酢あり。おはよう、二度目から起きました。シチューライスも美味しいよね。木綿が好きです。クキキキキ。苦手なピーマンの表情を浮かべる狼。ブロッコリーのフリッター食ったけどめちゃめちゃうまい。あんこれ味ポンしか家にないわ。一撃。危ないね。自衛隊のカレーっていろいろ入ってるらしいっすね。我が家ではポン酢はおいしいのでやつが定番ですね。絹よりも麺の方が圧倒的に好き。俺も麺好き。絹はね、湯豆腐にポン酢。湯豆腐ポン酢。豆腐ってなんであんな味ないくせにうまいんだろうな。美味しいよね。もめん苦手。口の中に残っちゃう。血肉が湯豆腐食べてるところに明太子ぶち込んで不妙な味わいを台無しにしたい。狼よ、過度なスキンシップ。指入れは NG であるぞ。もめんのが味染み込みやすい気がす。もめん。そう。もめんの方がそう味染みやすいんだよね。なんか凝縮されてるからね。どうしようかな。これ取るかな。取らなくていい気がするな。
緑化層、ああ、取らなくていいか。凝縮されてるんだ。豆腐博士だ。枝豆豆腐引き。味が凝縮されてるんだ。お雑煮の餅と味噌汁の豆腐は和食の二強。凝縮されてるんだ。じゃあ今度も麺で肉豆腐作ろう。凝縮されているんだ。取らんでええ。ガキの頃は木綿より絹の方が上等だと思ってたけど、木綿の方が圧倒的にうまいよね。うん、豆腐もけ、ナッツ。どんだけ凝縮されてるのか。スンドゥブ好き。旨味が凝縮されてるんだ。スンドゥブ。えぐられずに済んだ。握れなくても十分な火力は出るからね。旨味は大事と聞きます。あんまり火力出しにいけないと思います。麻婆豆腐は木綿の方が食べやすって言わね。手数が少ないから麻婆は木綿で作ってる店が多いと知っていこう。ずっと木綿食ってる。スンドゥブって絹のイメージ。これが乾燥集会とかになったら焼き豆腐に味噌乗っけるの好き。お、お邪魔時やんけ。母ちゃんが作る料理あんまうまくなかったけど、豆腐は失敗しようがないから好きだった。普段は絹の方が好きだけど、時々木綿にかぶりつきたくなる。狼よ、それはうま味と読むのじゃぞ。すき焼きの焼き豆腐おいしや。怖えからやめろよマジで。豆腐に味噌入れて醤油かけて模様出すのやるよね。やってたら俺母さんに怒られた。遊べなかったね。だからやれなくなった。エマ殿、地味気を正月の料理シリーズどれが一番好き？正月の料理。忍びよ、卑怯とはいうまいな。絹と木綿に蜜とも食べちゃった源様。お正月の料理そんなにでも好き？母ちゃん偉い。普通に焼いた餅が好きかな。砂糖醤油の餅が好きです。かまぼこ餅わかる。栗きんとんは美味しい。栗は好きじゃないです。僕は栗きんとん。栗好きじゃないんですよ。栗全然ダメなんですよ。かまぼこ美味しいか。わかる。この放送地に気多いな。我が家ではチャーシューが出る。栗きんとん姉きっし。あの丸い卵使ってそうなロールみたいな形してるやつ好き。なんて味だっけ。麺嫌いは。黒豆もちょっとだけ食べたくなる。あ、黒豆も好き。モンブランも嫌いよ。数の子大好き。そもそもあんまりケーキが好き。小池屋の海苔塩がマジでうまい。だて小池屋の海苔塩。お雑煮の後おしとやかみたいな味する。鶏肉と餅めっちゃ合うよね。おしとやかみたいな味。生パスタが出た派。おしとやかな味。へえ。筑前煮って正月料理？筑前煮は正月料理じゃないと思う。普通に普段から甘いのあんまり好きじゃない。出てくる。出てきてたけど、甘いのはねそんなに好きじゃないというか、もうあの思いっきり甘くし、思いっきりなんかこれでもかって。お雑煮の鶏肉をしとやかみたいな味するじゃん。お袋が毎年栗を山のように拾ってきて、毎年大量の栗ご飯炊く。正月に出たらそれは正月料理。正月料理のグロさどうにかならないか。言うて今時正月でも何でも食うやろ。地味にタバコ吸う？タバコ吸いませんよ。筑前煮のタケノコ好き。自衛隊の時は付き合いで何本かもらって、喫煙所でだべりながら吸ってたけど、今はもう、ていうかそもそもタバコにはまらなかったというか、筑前煮とかいうは食に全然美味しくなかったから。からしレンコンが出るのはおかしい。タバコ好きな人はコーヒーも好きらしい。じゃあ吸えるんだ。好きでもなんでも甘いもの好きなんだけど、コーヒーの微糖とか微妙に甘いものは嫌い。甘くするなら完全に甘くしてほしい。いやわかる。あのね、微糖だね。甘さ控えめっていうの俺大嫌いなのよね。タバコってどんな味するの？タバコはまあタバコの味じゃない。タバコの匂いの味だよ。タバコの匂いぐらいは嗅いだことあるでしょ。それぐらい同じだよ。兵隊行った友達がタバコからハマキにハマってた。甘すぎるの嫌い。コーヒーの微糖はブラック慣れすぎて甘さがきつい。それすげえわかる。甘さ控えめ意味わからんわ。いや控えめやめてほしいよ。俺はタバコが大嫌いだからコーヒーも嫌いなのか。コーヒーの微糖って変な酸っぱさしない。なんであんな煙いものみんな吸ってるのかよくわかんない。自分で吸うと一発でタバコいっぱい吸って口臭い人の匂いになるよ。最近ミルク入ったやつ飲むと腹下すようになった。甘さ控えめって何がしたいのかわからん。体が悪くなりそうな味だよ。甘いコーヒーって口ベタベタするよね。ハマキは裏社会の丼になったら吸いたい。ハマキはね、なんかちょっとカッコつけられるような風格が出てきたら吸いたいよね。カフェオレはダメだとあれほど。普通蜂蜜決めるよね。野球も上手くなるし。カフェペペペ、それはカフェオレでは。
スワンけどハマキは憧れてる。ハマキって金持ちのイメージ。マックスコーヒーっていう練乳入りコーヒーがあって、マックのカフェオレどうして消えてしまったのか。コーヒーはサイフォンで入れ始めたら缶コーヒーが許せなくなった。コーヒーは無糖カフェオレ、でもマックスコーヒーは甘すぎてちょっと無理。ビッグボスみたいな顔になったらハマキ吸います、ね、ハマキを通信人君と書いたら敬語使っちゃいそう。ハマキが似合うようになりたいね。ダブルのスーツが似合うぐらいじゃないとハマキはカッコつかないイメージ。この前客がハマキ吸っててさすがにビビった。パイプのやつも吸うならカッコよくなってから吸いたい。ハマキはエビフライバタフライサンくらい貫禄ないと似合わないよね。ね、あれぐらいになって飲めないのかな。 X 血に気がメタルギアのスネークみたいな中年になったら吸うといいよ。太ったおばさんがケーキにはコーヒーよねと言いながらコーヒーに角砂糖3つ3つ入れてた。で、そいつがライターじゃなくてハマキにマッチで火をつけるのよ。あ、ビッグボスのハマキはほんまかっこええわ。アップへ。キューバさんハマキ、どや。喫煙所でハマキ吸う新人は草。まずはセブンスター。ケーキには牛乳や。Y の友達はタバコはもう古いって言いながらなんかガラスの板に粉を置いて鼻で吸ってたんじゃが、あれはなんじゃろな。そうだよ、メビウスの前の名前ってなんだっけ。マックスコーヒーは甘すぎてコーヒー認定してないからミーは飲める。ハマキとタバコって味違うのかな。なんだかんだ雪印のコーヒー牛乳が最高だと思ってる。吸いタバコ、通報しろ。それさっさと警察行け。やばいやつだよ。大塚明夫とか阿部寛とか舘ひろしみたいなおじさまになりたい。かっこいい、ね、嘘をつけ結び。マイゼン、ハッピーパウダー、マイルドセブンだぞ。そう、そういう感じになる。渋い声が出せないから。進められる前に警察行けマジで。ジャックスパロー目指してる。ジャックスパロー、みんな身長高いやんけ。コーヒーよりコーヒー牛乳の方が美味しいのなんなの。コーヒー牛乳、まあそれは別に。タバコはフィルターがあるけどハマキはそれがないから、ありとあらゆるものがストレートに来るとは聞く。阿部寛は憧れる。かっこいいよね。違う、これはビタミン剤じゃって言い訳しそう。見ろ、タバコをパイプで吸ってる兄貴もいたな。僕はタコーヒー牛乳ってローカル。僕はタ、初めて聞いたわ。わたもてとは関係ない。結婚できない男楽しみ。ブラック飲めないやつはガキと言う人。何それ、ちくわでおでんの汁吸ってるやつもいたわ。何それ、デイリーオールドマン好き。ローカルだろうね。名前だけは聞いたことがある。まずいですよ、キセルで吸う兄貴いるんかな。埼玉には僕はタコーヒー見かけるぞ。じゃあ埼玉だけやな。結婚できない男にが始まるんだっけ。そうだぞ、故にハマキはパイプでそれを緩和する場合がある。湿地の中に煙を含むだけの吸い方が主流。エマ殿ってやっぱノーパンなのかな。自分の価値観を押し付けるやつもがガキだわ。埼玉、わらわら。タバコよりちくわで吸うおでん汁の方がうまい。俺のキセルはチェーンで伸びるよ。知ってるか知らないかで埼玉民かそうでないか識別できるんだな。あいま埼玉をバカにしたな。あの時代だからふんどしとかじゃない。ゴエモンチームはもう、俺もちくわでおでん汁決めてるわ。あー僕私コーヒー見たことある。埼玉のやつなのか。ったドトノマン、ちくわでおでん汁吸うとやけどするから嫌い。ゴエモンニキ、知らないけど埼玉旅です。埼玉ってなんかある。わらわら。はい、埼玉。なんもねえ。赤羽ね、吉村で東村山出てくるたびに草生える。これで狼よ、エマ殿の下着を手に入れたほってのができない。チェーンキセルって今は鳴き声もんか。ザ埼玉というものすごいバカにした呼び方の出所さんってどこだよ。埼玉県の県庁にはエルドリッチがいるんやで。エマ殿は下着履いてないでしょ。山賊屋敷ネットライフドームがありますよ。屋敷メットライトドーム、へえ。メットライフドーム、あの4人の中だったらサスケ使うよね。あのロンは埼玉県だった。エマ殿は巫女様好みのふんどしで初夏の筆下ろしするぞ。サスケジェントルメ、洗車2時間かかってきついですわ。区内壁登り強すぎ。あのウル、埼玉そう担当とか担当落ちてそう。クロウ様、中身おっさんすぎない？関東って群馬といい埼玉といい魔境すぎだろ。深みの福岡。
今銃口補正してねえよ。したんか。生理幕をか。はいの愛知。正直埼玉と並べたくない。鋭利な福岡は草。鋭利なのは石川じゃね。そうでも世界的に平和な都市というのが怖い。ミスった。何やってんの。ソウル残すって約束だったのに。北海道で殴る。重厚な岩手。重厚は長野じゃね。最近秋になってきたと思ったらまた今日みたいに暑いと嫌になりますな。もうじゃの大阪、青森で拘束する。どっかで拾う？誰と約束したんだ？手数の長崎、低福の香川、北海道は重厚派生が相性良さそう。埼玉とか名前からしてなんか陰キャ多そうだよな。北海道は蘇生だろ。猛獣の北海道。北海道は結晶ってイメージがある。あのうるさい玉って響き良くないか。福岡はロケランや手榴弾がゴロゴロ落ちてるし、ソウルよりバイオな世界観なイメージ。どうしよっかな。炎の松岡修造。ああ、てか、生主権限で北海道は決勝になりました。試される第一北海道。4か。黒い森の茨城。でも埼玉はアイマスのギャルキャラの名産地ですよ。ウェルカム。ああ、足りるか。足りるかな。あ、昨日交差点で仮面ライダーに着替えたんですよ。コスプレ。かっこよかった、コナミ。蘇生は茨城。福岡は手榴弾で雪合戦するし、ロケランでキャッチボールするからな。これ、サリバーの装備どれぐらいだったか。闇の沖縄。ていうか、結構タイマーやべえな。早く行かないと。間に合うかな。京都の近坊。セメント。18分か。結構厳しいな。雪合戦で雪ガチガチに固めて投げるのやめろ。沖縄は赤いだろ。中間迎合。勝てる勝てる。ケロロ軍曹でロッカー抜きに石入れちゃダメなんだってとこっこ。さてそろそろ画面見るかな。メグデカ出てますよ。雪合戦で相手素手で雪ダム作ることによって体温で表面が溶けて透明になるから雪になる。メグデカかな。柔らかく作ったけど抱えるほどの大きさの雪ダム人にぶつけてました。すっぴょ、この熱ですね。あ、すっぴょ4つ900。一つに弱いとか弱いとはいえ919ダメージ。ロイド剣の分ですかね。多分そうだと思う。月の火力すごい。気持ちいい。一つの血に気14万。24,000で足りるのか。ちょっと待って、28,000。一つ強いって言うけどあんま実感したことないや。いやまあ一つに弱い、相手が一つに弱いっていう話で、一つに弱いカウンターも入るから強いっていうだけで、別に一つ自体が強い。アランの島根。16,000だから足りるか、なんとか足りるかな。一つとか斬撃とか打撃とかは全然意識してゲームしなかったな。もうじゃの鳥取、まあ、しなくてもいい話だな。そんなにエルドリッチが、島根は源の宮とかありそう。でも意識すると一気に効率化されるんだよな。昔の一つ属性だったアストラ大剣のロリ攻撃はぶっ壊れてた。出雲、鳥取砂丘っていくと割と感動する。冷たい谷の群馬。骨に一つ効かなかったのはよくわかった。そうです。
このまま進んだ方がいいかな。でも出雲は神社はあるけど都じゃないから源な感じはないですね。砂丘維持するために生えてきた層抜いてるって本当？打撃武器使うまでカーサスの出血マンに殺されまくってたわ。火の消えた東京。打撃武器使うと一気に骨楽になるよね。その辺は名字が出雲の人いたけどペンネームみたいでかっこよかった。V ネームさん。うわーギリギリだなマジでこれ。出雲さん、大根骨ロック、出雲の奥に。いやこれ厳しいな時間。鳥取砂丘はもともと草生えまくってたところやで。ミディールにユーカリの剣槍の両手持ち R1 より片手 R1 のがダメで手一つとかちょっと意識するようになった。珍しい名字って憧れる。3分間待ってやる。わらわら。サンルエって名字もやついたけど囲碁将棋部だった。草生えるわ。デスタス打撃属性だけど R1 じゃ吹っ飛ばないから気をつけようね。1杯。こんなんロスってる場合じゃねえから。センソリだと結婚したい。夕張の剣槍って無名のやつ？強いの？よしこれで火力はもうこれ以上ないぐらい。センソリだ。センソリだ。センソリだ。誰ですか？藤川球児ってあの名前で野球やってなかったらどうなってたんだろう。センソリだはコテンブにいますよ。まあ、火力は十分あるからエルドリッチと掃除と消しの悪殺者っぽいな。しっかり立ち回ればいける。弱いけどウンスタコスに剣槍で遊んでた。これはもういらない。名字が珍しいと名前載った時速攻で達成されるデメリットがある。今日のおしりっく。アジムって名字本といたとき羨ましく感じた。安心部分。剣槍って戦技弱くなかったっけ。剣槍はあんまり強くないですね。ワイは自分の名字割と好き。五郎丸さん、獅子王って名字の人いるらしいっすね。ロス剣こんなでかかったんだね。雷落とします。俺も自分の名字嫌いじゃん。平等院ってある。剣槍の戦技は捨て整えると偉いダメージ出るよ。あどうも、わら、田中さん。ワイの名字親父のやつだから嫌い。もう500出てる。もう1000出てる。もう1回1000出てる。強い。名字変わってますけど、もっとかっこいい名字の人が良かった。なんだこの火力。強い、草、発射、草、強い、もう始まってる。強い、名字というのかしというのか。なんだこの火力。剣槍の戦技は、やべえ。進行スクエとあるによりダメスクエ。さすがは大剣や。死に気の名字は？なにこれ、わらわら。クソ強い、えぐい、草、強い。やっぱ、わらわら。やばい。これは、楽しいな、使ってて。ツミキとうとうチートしちゃったか、白目、本当にエルドリッチ？これは綿吹き、火力はロマン、ダークソウル3駅伝の時使ってる一区間賞だったね。エルドリッチさんって一区体制ちょっとなかったでしたっけ？ロス騎士体験強いか。ツミキの名字はサイオン字やで、あたとは思えない。いや、別にエルドリッチ一区体制あるわけじゃないですよ。ツミキの名字はエレミネイヒだよ。何？エレミアス？強かったのか、見てなかったからもう一周して。鎧が出れればいけるんちゃう？結構もどかしいですよね。血に気は血の3ですよ。鎧か、早っ。見てなかった。ミキはタイムシフトで見て、血に気の名字はアイス側だよ。響けユーフォニアムに出てくる中瀬子とかいう名字京都とかだと本当にあるらしい。夕張王のだとドリッチちょっとかかってましたね。血のちゃん、体が骨骨してたから一つ体勢あると思ってたわ。ドロリッチより鎧の方が後のボスとかいう。しのちゃん、走り終わった後に動画見ればいいじゃん。ワイクロック名字をフルネームと間違えられる。鎧に何が出るかな。うっぴょ、2周目入ってもいいタイムでそう。鎧が出れるって字だけ見るとすごいな。鎧出れ。なんだこれ、青白かめっちゃかっこいいやんけ。さすがに鎧は。
てるね。相手もギリギリしてる。魔力エンチャみたいでかっこいい。こういうの大変ずっと持ってるみたいだな。足腰がタタタですね、鎧くん。このボス普通に強いじゃん。こういうの大変わかる。ちょっとヒヤッとした。それに階段下にいると、押し切った。死に切って昼間ゲームやるときも電気消してるね。あ、電気消してカーテン消して。ヒヤリハットやぞ。ガガガ。あぶ、早い。あの、溜め攻撃、階段下にいると結構当たらないんですよ。電気消してるとメガガガ。はい、兄王子も雷効くから瞬殺やろな。カーテン切ってて草。並走なんだ。地味気は電気消して下は何も吐かずにやってるよ。だからさっき強気に立ち回ったんですね。うん。視聴会でも電気消してるの？なんか電気あんまりつけない。家では。カーテンを開いて、地味気の放送を見るときは必ず全裸になるようにしてます。なんで消すの？暗いところが見やすいんだ。目悪くするでしょ。エコじゃん。昨日でもあれ、地味気は闇を好むから。昨日健康診断で両目 1.5 だったよ。4だかと思ったら当たらなかったので驚愕した。当たりませんよ。あれは草コングルー強い。ずっとやば、羨ましい。すごい悪くならないんだって。大人になってもっと年取ったら、あの、老眼になって近くが見えなくなるんだけど。普通にすごい。何も履かねえと座布団がうんち臭くなっちゃうわ。目は悪くなったことない。ベーシックしようか迷ってるけど怖い。3年で視力が半分になりました。何だめ、年を取ったら老眼になる。ラガン1、5だとパイロットなる資格ある。それも出てるよ。ラガン1以上あるから。レーシックしてる医者はない。いいね、俺の10倍くらいじゃん。医者がレーシックしてないって時点で達成なるでしょ。いや、資格自体はある。目悪くなると今は眼球に入れるコンタクトあるで。怖っ。レーシックは怖いっすよね。便利にはなるだろうけど。空音タクト。俺の150倍の視力あるって誇って。人間の視力大体小学生から中学生で固まるから大人は視力変わりにくい。今のパイロットってメガネありで見れればOKじゃなかった？レーシックは良くないよ。視力が知り合いの医者はレーシックしてたよ。そこまで悪く、視力3.5倍めちゃくちゃ悪くなければ良かった気がするな。どれぐらいかもちょっと基準が分かんないけど。マサイ族もびっくり。こいつも体験持ってる。レーシックの手術してる医者がメガネかけてるの最高のギャグ。まあ要はそういうことじゃん。今のパイロットは赤眼でもなれるの？3000倍とか近くのもの全然見れなさそう。いや、マサイ族はさすがに1、5じゃびっくりしないぜ。太陽見た瞬間終わりそう。俺の目左 0.1mm1.2 なんだよね。レーシックしたマップがその後数字クソ痛いって言ってたぞ。マサイ族は千里眼レベルだから怖いわ。視力3000倍はもはや顕微鏡じゃん。ガチャ目はだるい。R2 をしっかり入れていけるかな。片目ほど失明してるじゃん。レーシックは3ヶ月くらいドライアイがやばいらしいよ。もっと左目大事にして。俺は右が 0.1 の左が 1.0 だわ。右に交換して。サイド3000倍ほぼ右目。おろす台で単価やりました。誰か左目くれ。ロスリック大学、サイドバイサイド。片方悪いとなんか体に悪影響とかないの？ 0.02 の目でいいなら、僕の左手を。片方悪かったらもう片方持ちられて悪くなってくる。友人の入り口にいる犬絡め、この辺に落としたはずなんだ。ないよ、片方だけ悪い兄貴は片方だけレンズ入ったメガネかけてるんですかね。おもらってこい、死神と交換しよう。ハム太郎、うぎゃー腕がちぎれたのだー。ワイモフ女王の左目入れてから体の調子が悪くてな。サリブアンから左目もらってくるわ。完全なる万華鏡シャリンガンになるために誰か目をくれ。ガチャ目だと遠近感が来る。ハム太郎、うぎゃー左目がちぎれたのだー。両目で見れば普通に見えるし車の運転も問題ないよ。片方悪いとモーメントが常に加わってる。メガネめんどくさいから両目くれ。あと健康な肺と腰も関節も。ハム太郎誤爆したわ。ヘムウィックの魔術とくらいくれないかな。カカシ先生力に溺れないで。眼帯すると遠近感ゼロになるよね。
体したことない。固めになれると立体感が少なくなる。なんか顔が網網になってるでしょ。ニメもらって以来体が獣になって着るんだよね。あぶね、ガバリック。ちょっと怖い、発射。究極生命体になったから視力良くなっていいぞこれ。あっつえ、目が増えたら視界ってどうなるんだろ。今怖かった。血貫通しそう。ギリギリビってる。うそ。火力が高すぎるな。最初は威嚇やったんです。立体的な認識が良くなりそう。ロスリック、今日は一段と太くてピリピリして気持ちいい。ロスリック、お尻に穴開いちゃう。火力が高すぎな。やっててほんと楽しい。太いのが気持ちいい。お尻にも穴はあるだよな。これは間に合うかな。見てても楽しいもん。下手なことしなければ間に合うけど怖いな。穴しかねえだろ。これは60分切れそう。穴を増やしてるんだよな。部下の件でお尻ズタズタにされてどんな気持ちですか。トロリッチの S ジャンプって結局諦めたのか。うん、なんか全然安定しないから。言うた火力あるからお尻っくやらない方が早そうと思ったけど、一周回ってお尻っくのが早いレベルだった。早いですよ、一発の火力が違うから。こういうのも5発ぐらい当てれば終わるから。1時間切りに富岡の腹をかける。お尻の穴3つくらいになれば効率良さそう。こういう武器実はお尻っくの方が早いんですよ。回転 DPS が高い武器だったらあれだけどね。DPS が高い武器だったらお尻は流れたけど、オシリアンは全然でしたね。オシリアン1時間超えた時に富岡義勇が絶腹します。シャミ子が悪いんだよ。ブスブス、雷の呼吸、尻の肩。シャミ子ピストモンスか。やばいくらいにでかいし、雷ピリピリしてる。やばい剣をケツに受けて5回与える男。血が辛いからケツの穴増やして使い分けたい。禁止管理。被害島みたいになりそう。ショートカット、拾う、武器をつけろ。マジやべ。よい、ここで使い分ける必要があるのか。肛門の壁歴一線、地のローテーション、シャドウにストレス3。かわいい。ピアノ好き。人工肛門はやめておけ。化身くんが56しに来ててビビる。化身が出れた。早いね、変身が。ピアノに来そうろう。ピアノ兄貴もう少しだけ待ってて。やっぱロリアール1はいいですね。出れます。乱れケツケツか。エリオンの肛門と普通の肛門使い分けるんか。ツンツン強い。発射。強い、発射。強い、ピアノ好き。いけんのか。強い。もしゃピノシコいけー。特大特有のローリング引き続き塗り直し。血が治るまで無傷の肛門使いたい。今の薬棒かっこいい。強すぎ。こんなん血に耐えて5回耐えるとかあいつやべえんだな。火力高すぎ。強靭もバッチリ。強い、屈強。すごい、化身早い、強い。化身めちゃくちゃ早い。やったぜ、やったぜ、強よ、屈強。第2形態1分もかかってないですね。屈強。強し、1時間余裕やん。火力すごすぎる、強すぎる。やったぜ。めちゃくちゃ楽しい。なんだこの強さはたまげたな。ゴン、やっと終わりましたね。この一クロスで